結局皆さん騙されてんですよって、それを言うんです。最後ね、皆さん方その時その時踊らされてるだけで、あの時は小本堂壊したからそれをその攻撃の対象にして、でもその理屈付けは何だったか、世界で一番尊い場所だったっていう話じゃなかったですかって。それを今の原田の話は何もあの時起こる必要は全くなかった話になっちゃって、その時その時で皆さんそうやって踊らされてるんだと。そして結局政教新聞の啓蒙と、それから公明党の票稼ぎと、そして今回 もうやっぱ財務のこと書いてるよね、いきなり今日触れなかったけど、この協議解散よりもっと最初の方に、そして今月末よりいよいよ財務納金が始まりますってしっかり抜け抜けとこんなこと書いてるわけですよ。要するに皆さん方はこうやって時々のその目先の目先のことに騙されて、そして総家の資金稼ぎと、それから権力稼ぎの働きありにされてるんだと、もうそこをガチンと言ってやればいいんです。だから切り口は、まあ、さっきこの基本的に面倒い話になった場合は、まあ、そうやっていくらでもこっちはつけるけども、この落としどころはね、要は今の会員たちはもう全く興味がないから、本当に言うと何言われてももうほとんどドイツ語なんですよ。まあ今の法華経だって今きっとおそらく日韓商人のあたりでもう完全に外国語っていう空気だったもんね。本当になんかあの外国人に対してスピーチしてるみたいな感じだと、この空気が空気感がね、まだ三大遺宝のあたりのところはまだね、ここまだ少しこう当たりがあったけど、もう肝心の本尊賞問談って言った時にもうシでもまして言わんや学会員がそんなことをね分かるはずないんです。ただこれはもう強線とか向こうの高線とぶつかった時の一つの予備知識としては絶対必要なところなんだけど、現場ではそこですよ。そのついては結論はあなたたちは騙されてるんだと、働きありにさせられてるだけなんだと。その証拠にあなた原さんが言ってるようなね、これ何これ、その各人のご本尊に事業を桁にわたる題目を唱え、絶大な功徳を受け、宿命転換と人間革命を成就し、公然力の拡大を実証してきたのですって、あんたんちどうよって今のこのざま、うん、それでいいんだよ、このどこが実証だってんだよ、うん、あんたのその如是相当、あんたのそのね貧相なその振る舞い、どこが実証だってんだよであんたね、じゃああんた一人言っちゃかわいそうだから、あんたのブロック周りよく冷静に考えてみって、引きこもり、じゃああれあのチラシ読んでやればいいんだよ、うつ、引きこもり、自殺、家庭不和、破産、倒産、一家離散、がん、脳梗塞、みんなそんなのばっかりじゃないかって、原田会長に騙されちゃダメだって、あなた方が稼いだお金がみんな学会本部のみんな懐にどん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 今大幹部の懐に入ってる、それだけのそれだけの組織になったんだよって、まあそういうとこでしょうね。あと普通にこう突っ込みたい、突っ込みどころのいいところ、